こんにちは。どうも、ヒデオです。ということで、今日めちゃめちゃなんか暑いらしいです。40度。皆さん、お気をつけください。大丈夫ですか？僕はめちゃめちゃ水飲んだり、めちゃめちゃ家で水、こう、タオル、ビシャーって、顔面めっちゃ洗ったりとかして、めちゃめちゃ水分を保湿してます。ってことで、今日は、ここどこだ？東京都多摩市の、なんか来ました。たまたまバイク走らせてて、到着したんで、来ました。危険、増水時は立ち入らないでください。おお、すげえ。浜沼公園、ここさ、この今橋の下、橋というか車、車道っていうんですか、の下にいるんですけど、めちゃめちゃ静か、そしてめちゃめちゃ涼しい。ここ撮影スポットじゃない？めちゃめちゃいい。あの車がね、通ってるところなんですけど。いい。めちゃめちゃ静かで、なんか今、あ、これ動画撮れるわ、とか思って。結構橋というか道路が、こういう道路が多いっすね。向こう側もさっき向こうで撮影してたんですけど、ここも今橋の下です。橋というか道路か、こういう感じで車たちが上にいます。犬の糞は控えてください。もう完全に気持ちとしてはもう完全に今海に来てる気分です。いやマジ今日めちゃめちゃ天気いいよね。やばい。もう完全に今、海に来て、はい、海気分です。とりあえず、逆光で全然見えんな。全然見えん。これなら見える。はい、どうだ。見える。みんな見えてくれ。頼む。はい。来た。見えてるはず。19分ぐらい、います。はい、ということで、なんだここ、コッタ？なんかコッタっていうところっぽいというか、はい、の、ところに来てみました。京王、多摩長山とか、長山駅から結構近いです。はい、意外とね、日焼けしてるお兄さんとか向こう側にいたりとかしたんで、もしかしたらここは日焼けスポットかもしれませんね。はい、ということで、はい、この動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんも熱中症気をつけてください。適度にね、睡眠とって、そして適度に、水分とって、アクエリとか飲んで、ね、体を冷やしたりとか、まあ、冷やしすぎないように適度に空気入れ替えたりとかして健康に行きましょう。ということで、この動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。川いい感じだよ。癒されるわ。